あかん、もうカメラの首が座ってないわ。カメラの首が生まれたてか。はい、お疲れ様でございます。これ撮れてます？カメラの首がね、今回購入したのがこちらですね、Bluetooth リモートコントローラー。これね、アリエクでこの値段で購入できましたのでね、また商品リンクの方、動画概要欄の方に記載しておきますのでね、自力で探していただけると助かります。めちゃくちゃちっちゃいコントローラーが、カラーバリエーションは白と黒の2色ありました。で、これ説明書付きですかね。で、これいつも入ってるんですよ。謎の合格書。何に対して合格したんや。ローズ対応。ほんまか。で、説明書。コントローラーのね、スイッチっていうかボタンはすごい少ないんですよ。あ、こちらメインのビニールです。お、なんかデザインかっこいい。 CE マーク、ローズ対応。こんなとこにいらんわな。で、十字キーと、十字キーバリがついてるわ。ちょっと待ってください。十字キーね、ここにバリがついてますわ。まあ、安かったからいいんですけど。で、これはシンプルに 1,2,3,4,5,6,7,8 8ボタンっていうことですかね。で、単4電池2本で駆動するタイプですね。ここ押しにくいな。まあ、こうやって使うんですかね。こうやって。あ、なんか Wii のヌンチャクみたいや。これでちょっとね、今回ファミコンやっていきたいなと思います。はい、単4電池を2本入れて、規格自体は Bluetooth ですね。で、パソコンの方にね、Bluetooth のインターフェース内蔵してるもんだったらいいんですけど、別途ドングルが必要になってきますね。電源つきました。こちらで Bluetooth のデバイスを追加する。 Bluetooth を有効にしてください。有効になってます。接続できませんでした。どういうことや。今ちょっとどういう状態や。はい、ちょっと火が開きましたけど、大変なことが分かりましたね。こちらのコントローラーを、はい、火が開きましたけどね、大変なことが分かりました。こちらのコントローラーなんですけど、スマホ専用みたいです。だからスマホしか読み込まないんですよ。パソコンで接続しようと思っても一瞬ね、このデバイスが検出されるんですけど、ペアリングができないんですよ。これは Bluetooth 接続ですね。このデバイスを長押しします。追加設定で検出、ペアリング見つかってない。ここを長押しして電源を入れます。で、ここのランプが光るんですよ。この時にデバイスを追加する。このデバイスじゃないわ。追加設定、あれ、これ違うわ。あ、来た来た来た。 VR パーク、これなんですよ。はい、これをペアリング設定します。ペア設定中で、ペア設定、こうすると、そうなんですよ、このコントローラー、マウスのポインターが表示されるじゃないですか。そうです、これね、 VR 用のコントローラーやったんですよ。だからパソコンでファミコンで遊ぼうかなと思っても遊べないんですよ。そもそもパソコンでペアリングができひんから。じゃあいらんかったら、これいらんわ。なんで買ったんや。分身間違ってましたわ。これパソコンで使えるんかなと思ってたら、スマホ専用でした。スマホで VR 見えへんしな。なんてことや。こちらの商品リンクの方、また動画概要欄の方に記載しておきませんのでね、自力で探していただけると助かります。わ、これでファミコンできる思ってたわ。間違ったわ。いらんわ、いらん買い物したわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとインクこっち来てください。どうするのこれ。こっち来てください。ちなみにバッテリーそこそこ持つみたいですよ。420分。そうですか。40分から120分ですかね。まあ十分じゃないですかね。あれでも映画とか2時間ぐらいあるじゃないですか。じゃあもう操作できんようになる。あ、でもこれ使ってない時はスタンバイモードになるから、これで省エネになってるということですよね。そう考えると安いな。1個あってもいいんじゃないですかね。スマホをなんかお風呂にこうセットしておいて、これで操作できるっていうことですよ。 YouTube とか見るときにこれで操作して、でもこれが防水に対応してないですよね。でもこれ安いから壊れていいんですよ。